今回はダンシングクリーンプロジェクトママハタさんとコラボレーションということで動画を撮影することになりました。でママハタさんからあゆみさんとりなさんにお越しいただいてます。お子様のあゆくんとりんちゃんも一緒です。ぜひ皆さんいろんなママハタさんの活動だったりとかいただいている質問についてですね投稿していくのでぜひ楽しんでください。ママハタさんの活動についてですねちょっとお聞きしたいんですけれども、ママハタさんって全国ありますよね。はい、今全国で活動していて、で私たちが所属している福岡中央校では今約100人のママたちが所属していて、みんなで元気で明るく前向きなメンバーたちで楽しく活動しています。今回はこちらのご縁がありましてあゆみさんと出会ったことからこのコラボが実現したんですけれども、なぜこの運びになったかって言いますと、はい、今回参加させていただいたきっかけをちょっとお話ししたいんですけど、さきさんと出会った時にゴミ拾いとエンタメを組み合わせているその話を聞いた時にですね、日本人がエンタメを見るのもするのも下手っていう言葉を聞いてちょっと私胸に刺さったんですけど、その時に思い浮かんだのが結構日本のママたちがヘルプを出すのがすごく下手で疲れ果てて追い込まれてしまうママたちがすごく多くて、自分の言いたいことを助けてって言っていいんだよ、もっと人を頼っていいんだよってことを伝えたいなと思ってぜひコラボさせてくださいとお願いしました。でもこれは本当、下手というかですね、多分きっとこのコミュニティっていうものを私も目指していて、いろんなハードルがすごく高くなりすぎている時代で助けてっても言えないし、ダンスもハードルが高くなっているなっていうのを思っていて、もっともっと日常的に本当に隣の人と話すような感覚で手をつないでいけたらもっと状況が良くなっていくんじゃないかなっていうのがあって、そこの点にですねすごい共感をねお互いにさせていただいて、このようなコラボが実現しました。ハタさんの活動としては、はい、目指すところというか、はい、こういうところは、はい、全国で共通してあるビジョンとミッションがあるんですけど、ビジョンが日本の無縁社会を解消する、ミッションが子育て中がメリットになる働き方を作るっていうことです。そうか、ママハタってママがそうママの働き方応援隊、ママの働き方応援隊。その一つが赤ちゃん先生ですね。この T シャツ、はい、みんな着ていただいてるんですけど、赤ちゃん先生プロジェクトっていうのがありまして、0歳から3歳までの赤ちゃんを先生として親子で小中高大学専門学校あらゆる教育機関に行くんですけど、そこで年齢別にプログラムが違っているんですけど、例えば小学生向けだと命の大事さを感じてもらったり、みんな違ってそれでいいんだよってことを感じてもらうようなプログラムになっています。みんな違ってみんないいんだよっていうところがすごいですよね。もう根本的な、みんな絶対子供の頃に絶対一度は聞いているであろう、みんな違ってみんないいっていうこのマインドがね、なかなか大人になっていくとそうじゃないって思っちゃったりとか、そうじゃないと言われたりとか自分の中で決めつけてしまっていたりとか、これがすごく大きいのが子供たちを見てるとやっぱりそうなんだって確信することが多くて、今回のテーマっていうのが子供さんがっていうよりは私たちみんな一人一人がどう生きていきたいんだろうっていうことについての一つの方向から見たのがこのママハタさんの活動であり、本当に子供たちから教えてもらうことが多いっていうことを一緒にね学んでいきたいなって思いますね。それ
お子様がいてもいなくてもだと思うし、どんな人も赤ちゃんだった時期があって、まあ、それを思い出させてくれるというか、もう大先生ですよね。だからもう赤ちゃん大先生です。でも赤ちゃんの持つ力っていうのが本当にすごくって、学校開催の時に行く時もですね、私たちこう赤ちゃんとママでこう座って、その生徒さんがこう何人か輪になってツッターの時のお話とかするんですけど、その時もあの普段こう全く心を開かないような生徒さんとかも赤ちゃんを抱くと自然と笑顔になったりするんですよね。高齢者施設にも行くことがあるんですけど、まあ、植物状態でこう形跡とかにつながれて、うん、もうほとんど何も反応できてない高齢者さんのところにいた時に、うん、赤ちゃんをちょっとこうそっと胸の近くに寄せてあげると、うん、涙が流れたりとか、そういうことが起きて、本当になんかあの赤ちゃんがいたらみんな笑顔になるし、こう自然とコミュニケーションが生まれたり、で赤ちゃんを通じて結構こう自分自身を振り返って周りとの関係を考えるきっかけが生まれたりとかする。確かに確かに、うん、そうですよね。そうなんです。汚れちまったいるだけでいいっていう、うん、そうなの。本当にそれをそのままもういてくれるだけでいい。でも大人もそうですよね、一人一人の人間もここにいるだけで本当はいいんだけど、すごい大きい気づきですよね。もうすでにもうね、もう子供がいるとなんかおーみたいなおーみたいな市役所とか連れて行ってみんな待合室でむっつりしてるところにちょっと目が合うだけでみんなパンって笑いかけてくださるっていうのが、どっちもほんわかするし、うんうんうん、この子すごいねっていうのが赤ちゃんってすごいなって。私行っても誰も笑ってくれないでしょうね赤ちゃんと一緒に赤ちゃんと一緒に外歩いてると本当いろんな人声かけてくれるし、なんか声かけちゃいますもんね可愛いですねとか言っちゃうんですけどそっか、大人の人にもちゃんと可愛いですねって言おうかな学校に通っていると大体もう就職するっていう道に一斉に向かうんですけど、学校ではその家庭を持つとか子育てをするっていう面ではほとんど触れないんですよね。確かに。なのでだからこそみんななんか多分イメージが湧きにくいと思うんですけど、私たちの活動を通してこうそのライフデザインの中にぜひこう子供を持つ、家族を持つってことも考えてもらえたらなって思ってます。ママハタさんもですね、いろんなご家族がいらっしゃるんですけど、結構私は概念を覆されたというか、まあ、自分がこうでなきゃいけない、あの子供を持つんであればこうしなきゃいけないとか、ママになったらちゃんとしなきゃいけないとか、旦那さんはこういてほしいみたいなのとかが本当にいい意味で崩れたんですよ。まあ、何回もねミーティングさせていただく中で結構衝撃的だったのが、その産後うつで亡くなるママがとても多いっていうのを聞いて。そうなんです。今たくさんのママたちが助けを出せずに、ね、どんどんこう追い込まれて孤独になって死の道を選んでしまっている現状があるんですけど、もうそれが本当に悲しいことで、本来あの赤ちゃん授かるっていうのはもっと幸せなことのはずなんです。生まれてからこういうコミュニティとつながるっていうことよりは、その前にこのこういう団体サポーターたちがいるんだっていうことを知っててほしいっていうお話があって、もう本当にまさしくそうだなと思いましたね。私たち世代の中では、まあ、これから子供を持ちたいだったりとか、こう子供を産むことにすごく不安があるとかっていう方が多いので、なんかなかなかね調べてても出てこなかったり、本当にどこで探したらいいんだろうっていうことがもう身近にも起きていってるので、そういう意味でもママ
田さんをもっともっと広げていきたいし、皆さんにも知っていてもらって、あ、そういえば桃畑さんっていらっしゃったなって、ちょっと話してみようかなってなるきっかけの一つになったらいいなと思ってます。出産の時って実際そのどんな運びでというか、産婦人科に行くと、うん、産婦プランっていうのを紙に入れて、どんなお産をしたいですかってあらかじめ聞いてもらえるんですよ。で、出産の時にもう立ち会ってほしくて、うん、アロマをこれを流してほしいとか、うん、音楽はこれをしてほしいとか、その前に足を温めてほしいとか、いろんな希望を書いて出すシートがあって、バースプランっていうのがあるんですよね、うん、でも今それがコロナで立ち会いがダメだとか、思ったようなバースプランのままにいかなくて、それで落ち込んだものが多いっていうのはすごく聞きました。で、私も一緒にこの子を産むときに立ち会ってほしかったし、あの上の子たちも一緒に入院したかったんですよね。でもそれが叶わないっていうのを知って、ちょっと思い切って自宅出産を選んだんですよね。だけど自宅出産も不安じゃなかったですか？もうそうですね、最初ちょっとちっちゃいかもとか言われてたり、手術通り行かないと自宅じゃ産めないから緊急で病院に行かないといけないとか言われたので、逆にこう自分の体整えないといけないというので気をつけて過ごすようにはしていたんですけど、産んだ後の喜びは自宅出産でも良かったですね。次の子も自宅で、うん、6人目のお子さんを妊娠して、はい、そうですね、今何ヶ月で、今7ヶ月です。9月に出産予定です。楽しみですね。さっきあの産婦人科の話が少し出たんですけど、あの産婦人科って新しいママとの出会いの場でもあるんですね。その産婦人科でそのママたち同士がコロナで鉢合わせないような予約の取り方になっていて、普段出会いの場であった産婦人科が出会いの場ではなくなっていて、女性っていうのはあのママになって出産すると独身時代の友達と同じペースで歩くことができなくなってしまうんですね。生活リズムが全く変わるんですね、出産前と出産後では。自分のタイミングでトイレに行くこともできないし、自分のタイミングで、ね、食事もできなくなるし、出産前の友達と一緒に歩いていても同じペースで歩いてちょっと待っててっていうのが1日に何回も起きてくるし、それがあの 1,2 分じゃなくって30分とか40分とか平気で経ってしまうので、待ち合わせの時間は必ずずれる、絶対ずれるんですよ。でそれがあるとやっぱりなかなかこうもうお誘いがあってもそのお誘いに乗るのも億劫になっていくし、自分から友達と一緒に会おうよっていうのも言いにくくなっているし、それがやっぱコロナ禍でもどんどん孤独化が進んでいて、もう一番大変な育児って夜間なんですよね。でその産後うつの一番の原因も睡眠不足だったりして、でその一番大変な夜間の育児もパートナーが朝から仕事に行くってなると頼ることができなくって、ママたちが本当限界まで頑張ってしまうんですよね。眠れないって大きい、眠れない、夜眠れないと疲れもたまるし、精神的にもその落ちていくのがどんどんかのネガティブのマイナスの、そう、夜の思考って悪いですね。悪いですよね。それがもうそのままなんか次の日に持ち込む。一人でも思います、それは。本当に心が元気でも睡眠不足っていうのはもう適命ですよね。逆に寝れると悩んでたことがなんか一気にあれ大丈夫かみたいな、夜になんか書き連ねたなんかこうメールとかをもう送らずに朝見返すと、あ、送らんでたみたいな。ラブレターは夜書いた方がいいですよね。でもねって言いますけどね。いい方向には悪い方向に盛り上がっちゃう。